我が輩は猫である。名前はまだないが、同居人の宗介には先生と呼ばれている。何のために生きているのかわからなくなっちゃった。どうしたんだ宗介。あ、先生。いや、よく考えてみたら、社会人になってから職場と自宅を往復するだけの毎日だなと思って。別に仕事が辛いわけでもないんだけど、ふと僕の人生このままでいいのかなって考えてしまうんだよ。そうか、そんな君にはこの本をおすすめしよう。星の王子様か、一体どんな本なの？これはフランスの作家サンテグジュペリが書いたもので、この本の中には自分にとって大切なものを見つけるためのヒントが隠されているんだ。へー、ちょっと興味が湧いてきたな。よし、ちょうど暇を持て余していたところだし、今日は君のために本書のあらすじを簡単に紹介してあげよう。それは助かるよ。そしたら今回は、星の王子様との出会い、王子様の過去、王子様の旅立ちという3つのパートに分けて話していくぞ。我が輩の話が終わる頃には、君も大切なものの見つけ方をつかめるだろう。おお、それは楽しみだ。それでは早速行ってみよう。この本はとある飛行機のパイロットの視点で描かれている。物語は彼が乗っていた飛行機が故障してサハラ砂漠に不時着してしまうところから始まるんだ。冒頭から結構大変なことが起こるんだね。砂漠の真ん中で一人ぼっちになった彼は、なんとか自力で飛行機を修理しようと試みるが、到底すぐには治りそうになかった。そこで初日の作業に一旦区切りをつけて寝てしまうことにしたんだ。ほうほう。夜が明けて彼が目を覚ますと、すぐ近くに男の子がいた。この子こそが星の王子様だ。おお。そこからパイロットは飛行機の修理をしながら王子様と話をするようになり、どんどん仲良くなっていった。そんなある日、実は王子様は地球の外の星からやってきたことが判明したんだ。王子様の話によると、前はとても小さな星に一人で住んでいたそうだ。そこで気ままに暮らしていたみたいなんだが、ある時そこに一輪の美しい花が咲いた。ほう。その花の美しさに心を奪われた王子様は、水やりをしたり風よけを立ててあげたりと花のためにたくさん尽くす。一方でその花はというと、自分の美しさを花にかけてわがままな振る舞いばかりするんだ。うわー、ちょっと嫌な子だね。王子様もだんだんとその花の態度に我慢ができなくなってくる。そしてついにその花と距離を置くために自分の星から旅立つことにしたんだ。住んでいた星を飛び出した王子様は、ここから6つの星を旅する。ふむふむ。まず最初にたどり着いた星には王様が一人で住んでいた。この王様は自分が一番偉いと思っていて、王子様にもいろいろと命令してきたんだ。うわー、なんだか鬱陶しい人だね。そうだな。王子様はすぐにこの星から離れることに決め、次の星へと向かった。それがいいよ。2番目の星ではナルシストが一人で住んでいた。彼は容姿も頭脳も自分が一番優れていると思っている人物だったんだ。また厄介な人が出てきたな。ああ、王子様はこの星も早々に立ち去ることにした。そして次に着いた星にいたのは一人の酔っ払いだった。お、これまでの人とはちょっと違う人種だね。王子様はこの酔っ払いに、どうしてお酒を飲んでいるのかと尋ねたところ、お酒に逃げている自分の恥ずかしさを忘れたいからさ、とのことだった。ああ、ちょっと気持ちはわかるかも。何もかも嫌になってお酒に逃げたくなる時ってあるよね。王子様はこの星も後にすると、次は実業家がいる星にたどり着いた。この人は王子様から見るとどうでもいいように思える仕事を忙しそうにやっていたんだ。どんな仕事をしていたの？空に浮かぶ星の数をひたすら数える仕事だ。え？一体何のためにやってるの？さあな。ただこの実業家はそれが重要な仕事だと思い込んで、ひたすら机に向かっているんだ。なんだか哀れな人だね。次の5番目の星にいたのは一人の労働者だった。彼の仕事は星に立っている街灯の火を灯すことだ。おお、やっとまともそうな人が出てきたね。いや、この人も少し変わり者だ。なんて言ったって1分ごとに街灯をつけたり消したりしているからな。え？どうしてそんなことをしてるの？王子様も同じことを尋ねたのだが、この労働者はそれが命令だからとしか答えない。この人は
言われたことを言われた通りにやっているだけなんだな。そうなんだ。そして最後の6つ目の星で王子様は地理学者と出会う。この学者はその星にやってきた探検家から聞いた話を自分の本にまとめているだけで、机の前から一切動こうとしない人だった。よくいる学者のイメージだね。さてここで改めて今見てきた6つの星について考えてみよう。我が輩が思うに、それぞれの星で王子様が出会ったのは物事の本質を見失った大人たちの象徴なんだ。ほう。彼らの特徴を簡単に振り返ってみると、自分が一番偉いと思っている、自分が一番優れていると思っている、嫌なことはお酒で忘れようとする、どうでもいい仕事を忙しそうにやっている、言われたことを言われた通りにやるだけ、自分では何も動こうとしないといった具合だ。こういう大人は社会に出てから腐るほど見てきただろう。確かに。言ってしまえば6つの星で登場したのはダメな大人の例だ。それではどうすればこんな風にならずに済むのか、その答えが自分にとっての大切なものを見つけることなんだ。おー。ここから続く物語の後半にはその大切なものを見つけるためのヒントが隠されているぞ。さて6つの星を巡った後にたどり着いたのがこの地球だった。王子様は砂漠に降り立つと辺りを散策し始める。そうしている中でバラの花が咲いている庭を見つけた王子様はとても驚いたんだ。え？どうしてなの？そのバラの花が自分の星に残してきた花とそっくりだったからだ。王子様はあの花は世界に一つだけの花なんだと思い込んでいた。しかし実際には何の変哲もないただのバラの花だったのだと気づく。王子様はショックのあまりその場で突っ伏して泣いてしまったんだ。それほど衝撃的だったんだね。そこへ狐が現れて王子様に話しかけてくる。王子様が狐に今の出来事を話したところ、狐はあんたの花は世の中に一つしかないと言ってくれた。そして本作で最も有名なこのセリフが飛び出すんだ。心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ。肝心なことは目に見えないんだよ。おお、この言葉は聞いたことがあるよ。狐は王子様と一緒に暮らしていた花が特別なのはそのバラのために暇つぶししたからだよと説明する。暇つぶしってどういうことなの？王子様は花のために水をやったり風よけを立てたり寒くないように覆いガラスをかぶせたり毛虫を取り除いてやったりした。つまりその花のためにたくさんの時間を使ったんだ。この時間にこそ大切なものを見つけるためのヒントが隠されている。ほう。たくさんの時間を共に過ごした人や物は自分にとって特別な存在となるんだ。例えば一緒に暮らしてきた家族、古くからの友人、長く続けている趣味、こういうのが自分にとっての大切なものだと言えそうだな。なるほど。あるいは今話したような過去の話ではなく、これから先の未来に自分の時間を注ぎたいと思っているものだって大切なものになりうる。だからもしも自分にとっての大切なものがわからなくなってしまったら、自分は今まで何に時間を注いできたのか、これから何に時間をかけていきたいのかと自問してみよう。そうして大切なものが見つかったら、それを守るために生きていけばいいんだ。ここまでで王子様の過去の話は終わる。そして時間軸はパイロットが王子様と出会った現在に戻ってくるんだ。ふむふむ。この日はパイロットが砂漠で遭難してから8日目。実はその翌日は王子様が地球に降り立ってからちょうど1年の日だった。へえ。この記念すべき日に王子様はあの花にもう一度会うため自分の星へと戻る決意をしていたんだ。それではどうやって王子様は自分の星に帰るのか、その方法はぜひ本書を読んで自分の目で確かめてみてくれ。うわぁ、めっちゃ気になるな。最後に星の王子様のあらすじをまとめよう。この物語は砂漠の真ん中で遭難した飛行機のパイロットが星の王子様と出会うところから始まる。パイロットは王子様と仲良くなって話をしているうちに王子様が地球の外の星からやってきたことを知ったんだ。王子様の話によればもともと住んでいたのはとても小さな星だったらしい。ある日その星に綺麗な花が咲いたのだが、王子様はこの花と仲違いをしてしまい自分の星から出ていくことにした。そこから6つの星を旅することになったんだ。
それぞれの星で出会った人物は物事の本質を見失った大人たちの象徴とも思える変わり者ばかりだった。その後、王子様は地球にたどり着く。辺りを散策していると、自分の星の花と同じ花がたくさん植えられている庭を見つけてしまい、あの花は特別な花ではなかったのか、とショックを受けた。しかし、そこへ通りがかった狐から、あんたの花は世の中に一つしかない、と教えてもらう。さらにこの狐は、大切なものを見つけるためのヒントも授けてくれたんだ。ここで時間軸は現在に戻り、王子様は地球に来てからちょうど1年の記念日に自分の星へ戻ろうと画策するのであった。以上だ。とても面白い話だったよ。それはよかった。今回話したのはもちろん本の内容の一部に過ぎない。この物語の結末が気になったのなら、ぜひ実際に本書を読んでみることをおすすめするぞ。わかった。僕も早速読んでみるね。ああ、先生、今日はどうもありがとう。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。感想のコメントもお待ちしています。また概要欄にはこの動画の編集後期が書かれています。ご興味のある方はぜひそちらもご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。